プロスピ新作発売決定したー。ウォーターープロに続いてプロスピの新作発売も決まったか。プロスピは久々だな。ふん、どうせまた大して変わってねえんだろ。いやいや、今作は今までとは違うぜ。今作は次世代の野球エンジン、e ベースボールエンジンを搭載。なんだそりゃ。この野球エンジンは球場で見るような打球の軌道、選手たちの必死な動作、歓喜を爆発させる大観衆など、スタジアム内のあらゆるモーションとサウンドを演出し、野球ゲームを新たな次元へと引き上げるぜ。なんかよくわからないけど、とりあえずすごいってことね。細部までリアルに表現された神や肌、グラウンドを濡らす雨などのグラフィック面は、もう一つのエンジン、アンリアルエンジンが支えている。うおー、めちゃくちゃリアルやんけ。こんなにリアルになるの？ほう、なかなかやるじゃねえか。ボールの物理挙動を見直し、打球のスピードやかかる重力、空気抵抗など、スタジアムで見る打球を目指して一新、投球時に見るキャッチャーの動作も一新し、フレーミングまで感じるような所作に、エスコンも当然収録されてるんだろうな。もちろんエスコンもあるぜ。おー、めっちゃリアルー。スタジアムもかなりリアルだな。レーザースキャンでスタジアムを精密に再現、全球場を訪れてレーザースキャン計測し、精密なスタジアムモデルを再現している。ボルテージをコントロールするシステムによって、表現豊かになった観客やベンチの選手が試合の熱量を演出。打ち上がるイニングや位置までスタジアムごとに再現された花火演出、美しく華やかに熱戦を彩る。観客や演出にも力を入れてるのか。さらに音響にも力を入れてるらしい。インパルスレスポンスを計測し、再現したスタジアムの豊かな響き、そして立体音響で表現された臨場感あふれるリアルサウンドの数々、まるで自分がスタジアム内にいるかのような没入感を体験できる。それではサンプル音源をお聞きください。マリーンズのピッチャー佐々木朗希、背番号17。おー、まさにそのまんまの音源。何もかもリアルにかなり近くなりやがって。いやー、これだけグラフィックとかが綺麗になるんだったらプレステ5を買った方がいいかな。いいところに気がついたな。あん、こちら対応機種はプレステ5とスティームとなっております。プレステ4、スイッチ、どうして？パワープロでは発売しない機種だな。まあこれだけリアルになるからね。プレステ5ついに買う時が来たか。ということで、今わかってる情報はこれだけだぜ。音もかなりリアルになるなら、甲子園の大声援を体験できるか楽しみだぜ。パワープロもだけど、まだ発売日決まってないのね。さっさと発売日発表しろ。もうすぐプロ野球開幕するけど、一体パワープロも含め発売日はいつになるのかな。さすがに発売日は被らないように調整しそうだけどな。パワープロとともにプロスピも、新しい情報が出たら紹介していくぜ。ぜひチャンネル登録をして続報も期待しておいてくり。これだけリアルになれば、スタープレイヤーの女の子も、うふふ。破壊。どうして？ということで今回はこの辺で。またなー。